おはようございます。祓川駐車場来てます。こっちですね。ちなみに駐車場すごい広いです。30台は優に止めれます。ただここまで来るの結構大変です。まずは祓川山荘の方に戻りますね。こっちが祓川山荘入り口のルートだそうですね。駐車場からちょっとだけ離れてます。登山開始から直後なんですけど、すでに気持ちの良いブナ林が広がってますね。すごい雰囲気です。7時35分、祓川山荘ですね。お、なんてクラシックな扉。失礼します。おお、広い。何これ、びっくり。広いなぁ。広いです。びっくり。あ、2階もあるんだ。ありますね、2階。はい。で、失礼して、おトイレですね。お、クラシカルなおトイレ、正統派です。こちらは、失礼、あ、開かない。こっちか。失礼します。あ、台所。あ、立ち入り禁止であるので、ここは触れないでおきますね。すごい、台所まである。あ、注意書きある。利用された皆様、2階の窓は鍵をかけないでください。雪が多くなると2階の窓から入ります、だそうです。なるほど。はい、ありがとうございました。しっかりと戸締まり OK で、こちらも素敵な水場ありますね。以上、避難小屋からの中継でした。スタート地点からだいたい20から30分過ぎたあたりで、こういう感じの道になりましたね。なかなか、なかなかですよ、これは。一箇所、本当にここ登山道ですかって場所ありますね。狭い上に、何これ、登る手がかりないんですけど、これ巻くしかないんじゃない。そこの枝つかめたらいけるけどね。まあちょっとトライしてみますか。枝つかみ、足がねグリップできないから。つかめちゃえば OK か。やってみるか。滑落注意。どんくらいだ、ジャンプ30センチか。30センチジャンプに挑戦。よし、ゲット。で、この太い枝掴んで、はいはいはい。あとは、次の掴むところが、
いや、絶対最難関だって、ここ無理だって。しんど。さっきまでね、間違った道進んでて、さすが飯田に続く道はこんな当たり前なんかなって思って、突き進んじゃってたらやっぱり当たり前の道じゃなかったです。普通に考えて、ちょっとね、考え事してたんで道見落としました。考え事をしないようにします。標高985メートル、非常に歩きやすいですね。さっきの道迷いで行ったところと大違いです。左側にちょっと見えないでしょうけど滝があります。山登ってきて初めて向こう側が開ける場所に出たんですが、なんと見事に真っ白、真っ白アンドホワイトロードだ。ここ名前のある場所なんですかね。あったあった、松平峠、ここなんでしょうね。松平峠来たぞ。テンション低く、うわ低いわこの天気。松平峠過ぎると面白いところ来ましたね。いいね、なかなかです。お、分岐だ。よし、開けてきたな。一応なんとなくポイの見っけ。はい、多分山頂なんでしょうね、ここ。いやー、最高の真っ白な眺めです。本当はね、こっから三国まで小1時間で行っちゃうので、飯田の素晴らしい眺めがこの辺ズバーンってあるんでしょうけど、想像で補ってください。マジか、雪だ、雪がある。こういうとこね、あと残り数メートルってところが危ないんだよね。いやいや、霧の中を進んでます。快晴だったら素晴らしい景色が広がってんでしょうね、ここね。まあそういう日もあらあね。もうちょっと経ったらきっと晴れる、絶対晴れる。今ちょっと左振り向いたらすごくない、あっちの風景。え、あれすごいよね。戻っちゃってちょっと眺めますが、すごいよあれ。え、かなり戻っちゃってるけど、あらすごいよこれ。はい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 、いい感じいい感じ、素晴らしい。晴れないかな。おう、設計の長いバージョンですな。確かに読めない。お、素晴らしいビューですよ、ビュー。いやー、いいね。小屋、急に晴れてきたな、ここ来たら。はい、三国小屋着いた、着いたで。
よいしょ。失礼します。よいしょと。よいしょ、失礼します。お、広い、広いし綺麗、素晴らしいね。管理が行き届いててありがとうございます。2階もあって、なんかスパッツっぽいの干してあるから誰かいたのかね。靴はないですけど、あと管理人室、協力金が、なるほど、令和元年から2500円に500円値上がりしてんですね。テントは1000円ですね。なるほどね。しょうがないね。よっと、あ、このままか。よし、じゃあ閉めときます。はい、ちゃんと閉めました。1644m、とりあえずビューを見てくるか。お、いいね、いいね。はあ、お一人行かれてる方がいらっしゃいますね。お気をつけて、グッドラック。うん、素晴らしいね。さてと、ここずっと行って種まき行って、種まき通り抜けて本山の方にルートあるんですけど、全然行けるけど、まあ今日の目的はちょっと違うので。飯豊山の本山こっちなんですけど、全然見えない。そこの大日最高なんですけど、これも微妙に、あと何メーターなんすかね。雲上がってください。見えない状態ですね。よし、じゃあこの素晴らしい展望にお別れをつけて、本山さらば、見えなかったけど再び霧が晴れて地蔵方面も見えるようになってきましたね。よし、戻るか。さらば。なるほどね。ここでこうね、正面大日が見えるわけだ。この角度からね。このね、会津方面に広がる豊かな山陽っていいね。はい、三国方面から登り返す揖保岩ですね。帰りになると見晴らしが効いてて、あれが三国避難小屋、ずっと稜線伝わってって、飯豊本山がその向こうに隠れてますね。惜しいな、見えると最高なんだけどな。でこっちが大日ですね。で今からこちら戻ります。はい、帰りはあっさりリターン。正面大日なんですよ、ここね。正面大日なんだけども、あと雲上がってくんないかな。来るときは何も見えなかった揖保岩分岐、今こんだけ広がりましたね。あそこ集落かな、そうかもしれないですね。位置関係的にかなりその可能性が高いです。あそこ、あの頂点ってひょっとして鏡の頂点なのかな、山頂なんでしょうか。不思議に安らぐスポットに来ました。山に入ってると稀にこういう場所があるんですよね。なんだろう、
特に目立った特徴があるわけじゃないんですけど、妙に安らぐ場所があるんですよ。ここそうですね。なんだろう。はい、分岐に来ました。こっち行くと降りますけど、とりあえず鏡に向かいます。お、晴れてきた。こう、鏡に向かう道は、割ときっちり整備されてて、小気味の良い小道っぽいですね。あれ山頂っぽいですね。鏡山山頂です。ちょっとですね、ちっちゃい虫がたくさんいて、なんかアブとかブヨ系らしいですね。なんか噛むらしいです。だからちょっと常に動き回ってる状態ですね。ここがすごいビュースポットで、本山があれですね、あそこがちょっと見えなくて、駒形もちょい隠れてて、こちらの稜線たどってった上が鬼石で、鬼石からずずっと来て、こちら大日があって、で西大日、あと薬師ってあるんですけども、ちょうどここ切れちゃってますね。綺麗に、あれ鬼石の小屋だ、小屋見えるんだこっから。へー、知らなかった。すごいくっきり見える。近いな、こうやって見ると。あれが西大日で薬師で、でこれ大日だよね。もうちょっと待ってると多分見えるね。待ちましょう。虫との戦い。こうやってるとですね、多分二酸化炭素に反応してこの虫たち集まってくんだね。すごい量が来るんですよ。で、来るたびに帽子で払うと。払うけども全然減らない。すごい。今寝っ転がってるんですけどね。寝転がり、空を見つつ、大日のお目見えを、ババーンを待つという、この至福の贅沢な時を過ごしているわけですよ。うはははははは。はさて、1時まで待ちましたが、本山ギリ見えるか見えないかですね。はい。でずずっと稜線来て、さっきまで大西の小屋は見えてたんですけど、で大日で、その左行って西大日の薬師、大日は一瞬ちゃんと確認できましたんで、まあよしです。ということで、山頂で、まあ、40分ぐらい粘りましたが、だいたいこんな感じですかね、今日は。では、下山します。ちょっと本山見えそうだったんで、もうちょっとだけ粘ってたら見えましたね。よかった、本山見えた。いやー、懐かしいな。下山します。大日、さらば。本山、今綺麗に見えてんね。いいね。あっさり戻ってきちゃいました。え、コースタイム何歩ぐらい？全然かかってないけど、こちらのルートなんですけども、非常に整備が行き届いてて歩きやすいですね。あの危なさそうなところはトラロープとかがあって、一応補助されてますし、こう曲がったネギみたいなのがいくつか散見されますけど、これって雪深いところの特徴なんですよね。雪の重みで木が倒されて、それでも春を迎えて成長していくっていう、そういう姿ですね。いきなりなんですけれども、はい、駐車場着きました。戻ってきました。あっさりでした。いや、戻ってきました。なるほど、今ここだから、ここ鏡山から戻ってきたっていうことですね。
まあ行くときはここをぐるーっと通って揖保岩山通って三国まで行ったということです。で、眺めてたのがこちらの本山からの飯豊本山があって大西小屋があっての大日岳ですね。いやー楽しかったな。